So that tour went for like 120 shows, and this tour is about 151 shows. So even 3 years later, I'm still going to more places, places I've never been. Every time I decide to go on tour, I try and go to a new area, somewhere I've never been, because I still feel like there are people to see and play to and that have never seen me, and audiences to win over. So like coming up for our last leg for the Prismatic World Tour, we その日は私の誕生日。サプライズ好きな彼は毎年私の誕生日になるとさまざまな仕掛けを用意してくれて祝ってくれていた。そして今年は付き合ってから3年という節目でもあったから、彼もいつもより気合いの入った高級レストランを予約してくれたんだ。ゆっくりと流れるピアノ、色とりどりに盛り付けられた鮮やかな料理、二人だけで振り返る今までの3年間、とても幸せな穏やかな時間だった。これでもかというぐらいに幸せだった時間もつかの間、食事を済まし彼がお会計をしている時のこと、食べ慣れない料理を食べたせいか、食後のデザートを食べた時からお腹がゴロゴロと鳴り出したんです。静かな店内でもどうにも我慢ができずに、すかし気味にすれば問題がないだろうと思い、私は慎重に慎重を重ねておならをしました。すると見事に店内に響き渡るというおならの音が、私は真っ赤になり一目散に店を後にしようとした時、彼が放った一言が今でも忘れられません。このレストランのどのスパイスよりもいいスパイスになったね。Please repeat after me. このレストランのどのスパイスよりもいいスパイスになったね。